墜落事故とは、1977年12月2日に、リビアアラブ航空が運航する旅客機が燃料切れのためにリビアのベンガジ近郊に墜落した航空事故である。この事故で乗客59人が死亡した。事故機のつマイナス 154A は、機体記号は LZBTN で1974年に初飛行していた。 リビアアラブ航空はこの年の恥に参加する巡礼者をメッカに送り届けるためにバルカンブルガリア航空から6機のつマイナス154のリースを受けていた。事故機はそのうちの1機だった。事故機はサウジアラビアのキング・アブデルアジーズ国際空港からリビアベンガジのベニナ国際空港へ向かって乗客159人を乗せて飛び立った。乗客は恥を追え。 リビアへ帰国する巡礼者で占められていた。当時エジプトの領空がリビアに対して封鎖されていたため、エジプト上空を通る直線コースを使えず、遠回りする必要があった。乗員は飛行時間が延びることを想定せずに搭載燃料は不十分なままだった。事故機がベンガジに近づいた時、ベニナ空港周辺は濃い霧で覆われ、同空港に着陸できなかった。 大体空港が見つからないうちに燃料が底をつき、乗員が不時着を試みる最中に墜落した。この事故で乗員乗客165人のうち乗客59人が死亡した。ありがとうございます。